皆さんおはようございます。私今日もこちら新橋駅前広場で3分のスピーチをさせていただきます。スピークジム話し方教室の太田昇でございます。はい、こちら押しますね。はい、今日はですね、私は話し方教室を運営しておりますから、当然ですね、この話し方ということにお話をしますけれども、今日のトピックはズバリスティーブ・ジョブス氏です。はい、ご存知のあのアップルを作られたお一人、スティーブ・ジョブス氏の言葉で、どんなにいいものを作ってもそれを伝えるということをしなければそれはないものと同じだという言葉があるんですね。これは私たちの生活、私たちの事業、私たちの人生でも全く同じですよね。どんなに素晴らしいサービスを私の会社の中で行ってもそれを人に伝えていくというところの努力をなくして、その素晴らしいものというのは、存在価値というのはありえないということになると思います。スティーブ・ジョブス氏があのマックエアの初号機を作った時にですね、プレゼンテーションをする時にこう現れたわけですよ。で、マックエア持ってないわけですね。そしてこの紙の封筒からマックエア初号機を出して、そこからプレゼンテーションを始めていった。もうその封筒から出したところで、もう会場は一気に大盛り上がりですよね。スティーブ・ジョブス氏は考えたんですよね。どうやったらこの薄さが伝わるのだろうか。私はそのプレゼンテーションのビデオを見ていまして、これは私よくね、パッションと言いますけれども、パッション、アクション、そしてミッションなんだなっていうことを私はその時ピピッと感じたんですね。私たちのプレゼンテーションも同じなんですよ。スティーブ・ジョブス氏のパッション、このマックエアを、これだけの技術を、これだけの思いを注ぎ込んだ、これを人に伝えたい、私たちの日々のプレゼンテーション、スピーチもこのパッションを伝えたい、これがアクションですよね。どう伝えるか、何もアクションを起こさなかったらそれはもうゼロなわけですから、アクション、それが言葉で伝えていくということ。私が今手振り身振り使ってますが、これもアクションですよね。そしてそれがきちんと行動に出て、初めて存在価値がそこで生まれて、そしてそれがミッション、使命ですね。スティーブ・ジョブス氏のその後の人生のミッション、使命、私の、そしてあなた皆さんのミッション、使命に変わっていく、このパッションからアクション、話すこと、そしてそれが人々へ人生として、ミッションとして及ぼしていく、これこそが真髄、話の真髄だというふうに私は今日ここで訴えてスピーチを終わります。